厚木土木事務所では、三部山、変質山付近を、小阿湯川の水源としており、谷太郎川、柿の木ヒュー川、宝炉道川とその他複数の沢の湧水などが、集まり小阿湯川を形成し南東に向かい、厚木市北部で小木野川を合わせ、中津川と共に相模川に合流するとしている。愛好郡清川村の伊勢原津久井線64号線に、 かかる中川橋から相模川合流地点までの 13.75km を厚木市及び厚木土木事務所が管理している。江戸時代には用水として利用され、妻田村に田村用水の取水口があった。文化4年には水車によるあゆ量の妨害に関して訴訟があり、飯山村は年間を通じて水車の稼働が認められ、すすが谷村は 飯山村内の地向き関までの区間で、あゆ漁が認められた。神奈川県ホームページ、河川について http:/www.pref.canagua.jp/.cnt/.b589885.html 文化4年11月、飯山村、すすが谷村あゆ漁妨害訴訟一見住口証門、中津川。 相模川との合流点、ありがとうございます。